はい、どうも、皆さん、こんにちは。今日から新しいイベント、連続クリアイベントが始まりましたね。今回そちらをお送りしていこうと思います。かがちゃんの、ケスケ実況の、ケスケです。ポウ！ということで始まりました。連続クリアイベントですね。こちらの説明をね、まあ、簡単にわかりやすく、ま、していきながら、ちょっとね、どんな、はい、チャレンジがやってくるかっていうのを、皆さんにお届けしていこうと思います。なので、各回動画、ほぼ毎日投稿しておりますんで、まだチャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひもチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、今年の目標は、登録者11万人でございまして、こんな感じで有益な情報とかもね、どんどん動画にしていきますんで、最新情報を一躍ゲットしたい方は、ぜひもチャンネル登録、よろしくお願いいたします。ということで、早速、連続クリアイベント、やっていきましょう。レッツゴー！課金される際は、右下の歯車マークから詳細設定、クリエイターを支援で、クリエイターコード、ケースケの入力をよろしくお願いいたします。さあ、ということで、タウンホール9のアカウントでね、ちょっとね、説明していこうと思うんですけども、マルチプレイの目標を毎日達成して、次のステージを目指しましょう。その日の目標をクリアできなかった場合、最初からのスタートとなります。っていうことなので、さあ、やっていくと、まあ、制限時間内に、まあ、毎日ですね、タスクを完了していくっていうイベントになりまして、で、記録を伸ばしていくと、リーグボーナスですね。マルチで攻めた時、リーグ報酬もらえるじゃないですか。ちょっと資源もらえたりとか、あと、星ボーナスもらえたりとかするじゃないですか。それがね、ちょっとずつ増えていきます。で、あとはね、タスクを時間内に完了できなかった場合は、最初からやり直しか、もしくは、エメラルドを使うと、続行することができます。で、次のタスクがアンロックされるまで待てない場合は、エメラルドで今すぐアンロックしましょうって、あります。はい。で、こうやって見ていくと、最初のタスクがね、破壊率 60% 以上で、星2を獲得して、この報酬をアンロックしましょうってあります。で、これがね、毎日アンロックされます、タスクがね。で、徐々に難易度も少しずつ、達成、上昇していきます。なんですけど、まあ、最終的にここまでたどり着くと、リーグ報酬が2倍になります。これめちゃくちゃ大きいですよね。で、最後にはブルー鉱石3000個もらえるっていうイベントになります。まあ、言っちゃうと本当に、毎日、がっつりとした編成で、マルチでちゃんと攻めて、で、タスクを完了すれば、はい、完了となります。で、あとはね、失敗してもね、破壊率達成できなかったとしても、失敗っていう判定にはならないみたいです。なんか、ほんと時間内に、はい、達成してくださいっていう感じですね。なんで、ちょっとここ、早速やってみましょうか。ここからね、はいはい、シュパーンって削って、あ、削りね、びっくりした。削れなかった。あ、オッケーオッケー、削れた。で、はいはいはい。まあ、こんな感じでね、へしょって、言ってあげるわけですよ。折れなかったんで、ババキンでね、ウォーしてって、あげて、さあ、破壊率、ここから、ね、上昇させていって、まあまあまあ、ここら辺はまあ、カット、していきます。はい、前回取ることができましたんで、これで、達成しましたよね。こんな感じで、はい、回収していきます。あ、なんか、トロッコが走ってるのかわいい。トロッコっていうかなんか、台車が走ってるのかわいいんですけど。さあ、これ達成しました。で、じゃあ次、せっかくなんで、皆さん、気になると思いますので、エメポチしていきます。はい。配信者の鏡でございます。次は、75% の以上の星2といった感じになりますので、早速やっていきましょう。で、ちなみになんですけど、こちらのね、チャレンジね、良くないのが、あれなんですよね。レジェンドリーグの人たちちょっとかわいそうだなと思って、破壊率 75% でしょ。1日8回しか攻めれないんで、85%、まあ、取れるっちゃ取れるけど、結構難易度、そこそこ高いっすよね。はい。それがちょっと、なんかもうちょい調整してほしいなって思うんですよね。まあ、なんですけど、まあ、ただ、こういったイベントって、まあ、あれなんですよね。あれです。低単砲隊の人って結構ね、鉱石って稼ぎにくいんですよ。本当に。鉱石稼ぎ、まあ、その分装備はね、少ないんですけど、鉱石がね、稼ぎにくいんで、ほんとなんか、低単砲隊の人でも、ね、鉱石稼ぎやすくするよ、みたいな、そんな感じなんですかね。はい、タスク、達成いたしまして、はい、次行きましょう。次98M で、はい、アンロックしていきます。次、破壊率 90% 以上。あー、いよいよほんとレジェンドリーグの人結構きついかもしんないぞ、これ。ちょっと待って。まあ、いいや、ちょっと、タウンホール9のアカウントで、ちょっと、エメポチして、はい、エメポチしてやっていきます。視聴者の皆さんのために、どんなイベントがやってくるか気になる人いると思うんで、エメポジしてガンガン回していきましょう。はい。前回取っていきましたんで、では、見ていきましょう。次のタスク、どんぐらいなんだろう。次。これ 15%。あ、これだけで結構上昇してんな。さあ、次。報酬は 95% 以上。レジェンドリーグの人、
8回しか攻めれないのに95倍以上求められるんですか。これ本当レジェンドリーグの人結構きついかもしれない。なんかトロ上げすぎちゃった人とか、え、95%以上っすか。まあ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 、まあ、ちょっとタウンホール9のアカウントなんで、まあやってみましょう。はい、じゃあ取れましたんで、見ていきましょう。次は次回収してってあげて、でさあ行きました。で次見てみましょう。次何 100% 絶対全開取れってことね。わかりました、取ってやろうじゃねえか。今んとこストレートで全部で全開取れてるんで、はい。もう舐めてかかってますよ、俺のこと。舐めてかかってますよ。全開取ってやろうじゃねえか。わかったよ、やってやんよ。あ、そうだ、一回じゃあちなみに、全開取れなかったとしてもどうなのか見せていきましょうか。そうだ、それ見せてなかった。はい、こんな風に、0% でもね、はい、失敗したよーっていうことにはなりませんので、ご安心ください。とりあえず、期限内に、はい。までに、前回、目標達成しましょうねっていうことです。で、ちなみにこれ残り 4日と23時間ってなってるんですけど、これは、俺がエメポチして、こう、どんどん突き進めてるから、これだけ優位があってるので、基本的にはだいたい24時間以内とか、うん。それぐらいだと思って、ください。はい。それではね、前回取っていけましたんで、次、見ていきましょう。次なんだろう、もう前回取ったよ。次何？はい、回収します。で次は何だろう？次、星3個獲得して、あ、もう同じじゃねえか。同じ、なんか変えろよ。ちょっと次何が、どんな無茶ぶり来るかなって、期待しちゃったけど、あ、普通に全開だったわ。なんかもっと、やべえの来るのかなと思って、ちょ、構えちゃった。1日1全開でいいので、あー、外した。そういうとこ出てきちゃった。もう迷わず。やっていきましょう。はい。で、これ取っていきました。さあ、これで、さあ、回収していきます。次なんだ、ラスト。さあ、ブルー鉱石。なんだ？あ、違う。何も縛りなかった。何も縛りなかった。とりあえず皆さん3日連続で全開取れば、いいってことですよ。最後は。もう、その日のうちに、連続タスク、終わらせてしまいました。早い。電光石、早い。で、これで完了ですね。あ、待って、そういえばリーグ報酬俺ちゃんと見なかったわ。ま、なんか増えてます。増えてますか？さあ、で、これで回収してったんで、回収してって、はい、ブルー鉱石無事完了しました。イベント終了まで全然まだあと10日近く残ってんのに。あ、あと、そしてこっちも全然やってなかったのに、もうめっちゃ溜まってた。こっち、めっちゃ溜めて、オッケー！じゃあそしたら、鉱石大量ゲットできたんで、最後、装備ですね。上げていきましょう。まあ皆さんよくわかりましたよね。こんな感じで、毎日しっかりと、まあ24時間以内に、まあちゃんとマルチでね、一回ね、こう全開取ってきゃ、はい、ちゃんと終わるよっていう、そんなイベントとなっておりますんで、最後ね、装備、レベル上げて、終えていきたいと思います。あと上げてないのが、あとなんだ、上げてないの、ちょっと待って。装備、このアカウント装備、あ、もう、全部、レベル、カンストしてた。